はい、東京都議会議員選挙に勝って NHK をぶっ壊すということで、令和3年2021年、7月の今日は3日ですね、土曜日、明日が投票日、東京都議会議員選挙の大田区の選挙区に来ています。まあね、東京都議会議員選挙でやってしまえば本当はいいんですけど、なぜか大田区、大田区選挙区、ここから皆さん疑問持ってもらいたいんですよね。127人選ぶんだから、東京都民は誰にでも投票できて、1番から127番の人が当選できるようにするのでいいんじゃないんですか。なぜ分けるんですか。衆議院や参議院のように小選挙区と東京全体の選挙区で分けてもいいんじゃないんですかという疑問をちょっと持っていただきたいですが、まあ7人当選する、前回までは8人当選してたんだと思うんですけども、まあ、人数に合わせて変えてると言いながら実はちょっとね、違うところもあるんですが、まあまあいずれにしても7人当選します。で、1番からいきますが、立憲民主党の斉藤理恵さん、まあ、北区で区議会議員をされてた方で、なぜ大田区に変わったのかっていうのはちょっとよく分かりませんが、非常にまあ見た感じ美しい方で、聞こえないから聞こえる声があるんです。あなたに優しい東京都へ、まあ僕は当選するんじゃないのかなと思ってるんですが、ちょっと先挙げた葛飾と違ってほとんど知識がないので、まあ、パッと見て1番でこんな綺麗な人がいたら入れたいっていう人も何人かいらっしゃったと思いますし、まあ、立憲民主党は他にも出てないので、まあ、逆に立憲民主党の方が1人で定数7で当選しないっていうのは野党第一党としては相当やばいと思いますから当選すると思います。で、維新の会の、松田さん、まあ、もともとこの柳瀬さんっていう人がこの大田区ですごく強い、ね、本人ずっと隠してるんですけど蓮舫さんの秘書をずっとやってた方なんですよ。なぜか民主党の蓮舫さんの秘書をやったことにちょっと柳瀬さんおっしゃらないんですが、僕はそういう意味では蓮舫さんの秘書の時に柳瀬さんから電話があってNHK の質問についてっていうのをやったことがあるんですが、あとごめんなさい、後ろで喋ってるのは自民党の方なんで、うるさいのをお寄せください。まあこの方も多分いけるんで、まあ、前回ね8番だったんで定数が1つ減ったことによってどうかわからないんですけど、まあ、通ると思いますけどね。2人目、3人目、都民ファーストの会、ちょっと緑惜しくなってるんですが、森愛さん、都議1期、区議3期ということで、実はこの区議3期がポイントで、この人、民主党の人です。で、今回ですね、当選すると言われている都民ファーストの会の8人の中の1人ですね。まあ、この方はだから、まあ、ここに近いんです。もともと民主党の議員として3期やってる人なんで、まあ、前回民進党では当選しないということで都民ファーストに乗り換えた人なんですけども、まあ、そういう意味ではまあ全然組織票がね入る人なので、この方も当選すると言われてます。3人目、今後ろで喋ってる方だと思うんですが、鈴木章正さん、自民党です。で、自民党今回3人出してるんですね。4番の方と13番の方と10番の方ですか。まあなんか自民党らしいおじさんたち3人かなって気はしてならないんですけど、まあ、定数7に3人出してさあどうなんだろうと思うんですが、ちょっと分かりません。もう自民党に関しては3人ちょっと出しすぎじゃねえのっていう話もあるので、この3人の中から1人落選するのかなって気はしてるんですが、じゃあなぜ3人出してるかっていうと、これはもう3ヶ月以内に衆議院選挙があるので1人でも多く出したいんですよ。もう自民党はこの議会関係ないんですよ。衆議院選挙に勝ちたいから公認を増やしてるっていうのが自民党の実態なので、まあ、ちょっと分かりません、共産党はもう余裕でしょうね。1人しか出てないと思うのでここは余裕ですね。で、問題はちょっとね、公明党さん2人、これ2人とも確かね新人さんなんですよ。大田区議3期、大田区議4期で、まあ、定数7に公明党さんが2人出してきてるっていうのがちょっと危ない説が出てるなと思うんです。まあ、例えば世田谷区は定数8で1人しか出てないので、
ここ2人出してることで、しかも新人さんで、あの公明党 の, この勝俣さんとか公明党の玉川さんっていう名前を覚えてもらうための活動がどこまでいったのかということで、僕は公明党さん2人とも当選するとは思っているんですが、ひょっとしたら共倒れしてしまう可能性のあるところです。で、8番岡隆さん、国民民主党の方ですね。この人も区議をされてたと思いますね。太田区長選に立候補して負けてて、その前太田区議2期やってるんですね。なんか僕のことをやったらツイッターでいろと書いて、多分いい意味で書いてくれてると思うんですけども、まあ変遷が面白いですよね。東大法学部出てめっちゃ賢いんですよね。で、勤めて太田区議は当選するんですよ。区議会議員ここ定数50もあるんですよ。ところが区長選はやっぱり無理なんですよね。で、じゃ あ, 都議選当選するかって言ったら、もう申し訳ないです。岡さん申し訳ない、もう絶対無理です。7番には入れないです。で、次奥本ゆりさん、ここそういう意味じゃ区議を辞めて都議に出る人だらけですね。公明党の2人とこの方、まあ、この方違うか、まあ、いずれにしても僕が一番応援してる人って言ってもいいかな。もちろんね、心の病党の片岡が出てるので入れてほしいんですけども、奥本さんは、区議会議員からあえて都議会議員に転身して一個挑戦してます。で、僕は彼女自身はオリジナルメンバーだと思っているので、いわゆる都民ファーストのね、ちょっとその森愛さんとは違って、まさにしがらみのない政治家だと思っているので、個人的にはすごく応援していますし、まあ、今回選挙は非常に厳しい、まあ、当選するとは全く思えないんですけども、落選したらぜひ我が党に来ていただきたい人です。自民党の方ですが、まあ、この平さんがね、まあ、これ非常にね、ここでは強い方で、2回、石破派の人ですよね。だから3人票がうまく割れるかってちょっと分からないですよ。分かりません。完全無所属で分からないですね。いいですね。正直者がバカを見る政治まだ続きますが、いいですね。書いてることは非常にいいと思うんですけど、残念ながら無所属で山本太郎氏を応援するらしいです。わかりません、まあ、もう絶対都議選はもう絶対通らないです。で、うちの党が公認し推薦している心の病と片岡正史、ちょっとね、この心の病党をもっとドンと出してくれた方が良かったかなと今思いますが、まあ、当選を目的に出てる選挙じゃなくて、諸派党構想を広めるために、あともちろん心の病を持ってる人、さっきもね、85歳のおばあちゃんとずっとちょっと子供さんが心の病だっていうことで喋ってたんですけど、数は少なくてもいいです。心の病をお持ちの方、ぜひ片岡君に連絡をして、コミュニケーションを取るだけでも全然違うと思います。もしよろしければぜひ投票いただきたいと思います。次、まあ、自民党の方3名ですね。まあ、前幹事長で、まあ、強いですよね。いずれにしても自民党3人男性が出ています。消費税ゼロ円大概送中運動中か、この元気なすごいね。でどっちなの、党なのか、選挙に私も連れてって党なのか分かりませんが、トラジさん、ね、選挙は面白いですね。絶対通らないと思うんですけど、普通に面白いと思います。若者一票政府を動かす大田区の投票率、大田区の投票率 80% になります。もうね、投票率 80% からやったら日本結構やばいですよ。中国からミサイル飛んでくるとか、そうなると 80% いくんですよ。投票率が上がるっていうことは危険な状態だというので、あまり投票率が低い方が僕はいいと思う。原忠信さん、すごいね。なんか、あ、違う、分かりません。ここまで来ると我々にね、トラジさんのようになんかちゃんと主張されてるのは分かるんですけど、分かりません。なんで立候補してるか、まあ、分かりません。会心感もなかったです。なんで立候補してるか分かりません。すいません、理解に苦しみます。ということで、1人2人3人4人5人6人7人
ちょっと無理だ、長に。あ、そうか、長に。あ、でもほぼ、え、1、だから当選しそうな人で1、2、3、4、5、6、7、8、9か。実質上9人のうち2人落ちる選挙になると思います。2人落ちるとしたら自民党の3人の1人か、公明党が2人とも落ちるかもわからないし、1人。ここも前回8番なので、まあ、柳瀬さんはずっとオタクなんで、急に来た人が柳瀬さんの票全部持っていけるかっていうのは分かりませんが、まあまあ、当落ラインですね。まあ、共産党固い、まあ、ここは固い、ここもいけそうな気がしますね。自民党が2人だったら絶対と思うんですけど、公明も1人だったら絶対と言えるんですけど、まあ、出しすぎによる食い合い、共倒れっていうのがあるのかなと思います。すいません、大田区はそこまで詳しくないので以上で終わります。ぜひね、あの片岡君、心の病の方ね、諸波動構想で出てますので、今も片岡君一緒に90歳のおじいちゃんの話を聞いてます。この辺コロナ側からこう撮ってしてください。ということで、ぜひね、皆さんの声を聞いている片岡君に投票よろしくお願いします。ということで、東京、東京都の都議会議員選挙に勝って NHK をぶっ壊す。